タランチュラコモリグモとコクモ1 3 °シゴケグモ、タランチュラとはヨーロッパの伝説に登場する毒グモである。語源はイタリアの港町タラントであるとされる。その地方には毒グモの伝説があり、それに噛まれるとタランティズムという病を発症すると言われた。タランティズムの患者は死なないためにはタランテラという踊りを踊ればいいという伝承があり、 この伝承に触発されて多くの音楽が作られた。南イタリアでは16世紀と17世紀にタランティズムがしばしば報告された。伝説の雲はこの地方に散する大型の子モリ雲の一種タランチュラ子モリ雲であるとされた。タランチュラ子モリ雲はメスが体長約27ミリメートル、オスが体長約19ミリメートルと子モリ雲の中では 大型であるが、実際には、毒は恐ろしいものではない。同じ地域には人間にも危険な猛毒の、13星ゴケグモが生息しており、全長が約1センチメートルの13星ゴケグモよりも、より大きなタランチュラコモリグモの方が目につきやすいため、誤解が広まったようである。ジャイアンリファーブルは禁縁のナルボンヌコモリグモの毒の、 強さを調べるためにヒヨコを噛ませたところ、死んでしまったと記録しているが、直接に毒で死んだというより、足が動かなくなり、餌が食べられなくなったのが原因だろうと言われている。かつては、子守蜘蛛はこの伝説のために、毒蜘蛛と呼ばれていたが、蜘蛛の中でも特に毒性が強いわけではなく、母蜘蛛は子蜘蛛を腹部の上に乗せて守る習性があるため、 コモリグモカと名前が変わった経過がある。タランチュラの伝承を知る、ヨーロッパ人が新世界に渡ってから、恐ろしい姿の大きな雲を見ると、タランチュラと呼んだ。当初は、アシダカグモ類もその名で呼ばれることがあったようだが、次第に、オオツチグモカの雲などをタランチュラと呼ぶようになった。クモアモク1755年に出版された。 サミュエル・ジョンソンの英語辞書にはタランチュラ、NS、イタリアン、タルンチュール、フレンチ、アンインセクトフーズバイトイズオンリー、キュアドバイミューシック、では、小メで実験したとあった。ありがとうございます。